また銀くん、なんでそういう盗撮してしまうの？そういう性衝動ですか？何件、何件ぐらいやったん？一回捕まってんねんろ、それで盗撮とか痴漢でな。お前何回やったん？何回も、一回捕まってるやろ、それで。うん。懲りずに何回やったん？一回捕まってるってもう一回だけちゃうで、やってんの。じゃあ連れて行きましょう。何しに復活させたん？盗撮画像なんてそこで潰すで、そんなんな。出す、お前。出す、バリバリ出すやん。どれ持ってんの、今。どういう心境か聞かせて。なあ。好きあれば言っとったんやろ？どこでもやっとったんやろ？何駅かも言われへんぐらいいっぱいいろんな駅でやってたんやろ？なあ。で、ポリに消されたけど、そのデータを復活させたという言ってんな。で、もう一個携帯があって、それにもうデータ共有してて、それは家に隠してきましたって。どこ？何歳の時から目覚めたんかっていう質問を今ネオンがしているところです。何歳の時からそんなんしてんの？20代。前半後半どっち？何年もやってるってことやんな。何年もやっとんやろ。歴は長い。え？キャリアは何年やねん。5年か。お前 YouTuber やったらちょっと喋れや。お前動画回ってんねんぞ。何で喋られんの？さらっといいや。そんな知ってること全部全部入れてこい、お前。今までやってきたこと。とりあえず、20歳ぐらいからやってるということで、うん、それほんまか知らんけど。おはようございます。お疲れ様です。ありがとうございます。落ち着いてよかったですね。落ち着いてよかった、いろいろ。最近ちょっといろいろバタバタあったんで、うん、パイセンのちょっと嫌な部分を見てしまった人とかもいると思うんですけど。すみません。レアですね。パイセンが、僕がめっちゃ近くで見てるんで思うんですけど、あそこまで、パイセンを、ネオン君をあそこまで持って生かしたあかんっていうか、怒らしたかな。だって、ネオン君いつもあるじゃないですか、その普通の人が怒るところから一歩引いてるじゃないですか。うん、ここに踏み込んでくるやつが悪い。そう？もうあかんくなんねん、俺。うん。狂ってまうねん。だからもう綿金に関してはさっきもご覧いただいた通り、テロップにも、編集僕がちょっとやったんですけど。はい、ありがとうございます。テロップ見ていただいた通り、ヘズマリュートの一件でね、うん、アメ村のオールブラザーズっていうヒップホップ系のお店に、本物の正規品を扱ってる店に、ぼったくりやって言って一緒に突しに行って、うん、捕まったんですけど、営業妨害かな、なんか今裁判中なんですけど、うん、そのままヘズマリューの一件で綿金は僕らにその警察に新しい罪が割れましたと、そういうことを言っていて、まあいろいろ押収されて、そんな金携帯とかね、パソコンとか押収されてデータも入ってて、いろんなで、何ですかと聞いたところ、盗撮と、うん、盗撮、おっと盗撮は引くわと、あんたちょっと待ってよと、あ、なんかまあしょうもない罪の中でも一番しょうもない罪。一番あかん。窃盗もして、なんかね、僕も刑務所でおったんですよ。クリームパン3つ盗んで懲役とかおったんですよ。それもしょうもない。けど、盗撮が一番しょうもない。しょうもない。ほんましょうもない。ほんま。うん、男もすることちゃう。うん。うん。人もすることじゃない。それがエッチな写真であろうが、なかろうが。うん。人のことを隠し撮りするやつ。僕、電車の中で昔隠し撮りされて、携帯叩き合ったことあるんですよ。あ、こらぁって言って、駅降りるわお前って言って、降りてそのままって言って。いや、ほんまそのノリになってたもん。いや、なるっすよね。なるだからその、盗撮っていうのは、で、僕らもその、綿金を知らんかった仲じゃないじゃないですか。うん、だからこそ余計ちょっとムカついたというか、いや、ちょっとこんなもの野放しにしとったらあかんのと、うん、なったわけで、で、まあ、その、パイセンに移動するんやっていう話を、まあ、聞いてたんですけど、伺ってたんですけど、うん、結構動きが早くて、僕がレコーディングとかね、行ってる間にもう、うん、もう勝手に行ってもらったっすよ、ごめんなさい。
その、ワタキンの家に行って、事実確認して、で、その、ワタキンも結局嘘ついてたんですよね、また僕らにも。結構いろんな嘘ついてて。バレてた、バレたって言ってたんで、僕らもそのうちもワタキン捕まるんやんなと思ってたから、放置してたんですよ。うん。で、まあ、ちゃんと自分の罪償うんやったらええわと思ってたっすもんね。いや、ほんまに。いや、ほんまに、ほんまにええわと思ってたから、普通に付き合いしてたじゃないですか。その事実が分かって、もう警察にももうバレてるから、うん、ちゃんと法に、法が裁くんやろな、この罪はって思って。うん、なんか、そう思うねんと。そうそうそう。で、聞いてたら、なんか、その、ワタキンは僕らに対して、警察で、全ての画像を削除させられて、その削除しようって言われて削除して、厳重注意で終わったって僕らに言ってたんですけど、うん、今回ですね、パイセンのもとにですね、いろんな視聴者の方から、問い合わせというか、密告が殺到しまして、はい、その内容が、配信ですか？うん、配信？配信じゃないですかね。まあ、なんせ、いろんな視聴者に、うん、警察にはバレてなかったと、その盗撮自体が。そもそもバレてなかったから、うん、おとがめなしやと。なんかそれ以降の取り調べとかない。ヘズマリューの一件しか警察にはバレてなかったんですよ。でも僕らには、そういう盗撮のことをちゃんとバレたかもせえへん、ドキドキしてる状態やったから、相談の意味も含めて、つい言っちゃった僕らに対して嘘ついてたんですね。うん、僕らからしたら、そのやったことに対してはドン引きしてますから、もともと。ドン引きしてるけど、まあ、その法に則っても裁かれるから、もう僕らがすることではないと。ね、あくまでその罪を裁くのは人じゃなくて法じゃないですか。うん、僕らのその裁かれた側の人間やから。ほんまに。よう分かってる。よう分かってる。その人に、余計なやつに何か言う、ああだこうだ言われるのムカつく。だから法にのっとって裁かれるのが一番気持ちいい。うん、で、その方が公正にも繋がるのは、うん、それを通ってきたら僕らが一番分かるみたいな。ほんまに。で、放置してたら実際それやったから、まあもっと友人、もっと知人としては、まあ放置できんなと。うん。ちょっと野放しにできひんな。で、まあ、言うて今回のバラエティチャンネルの件に関しても、まあ、ワタキンが関わってるところがちょっとあったんですよね。うん、なんか、向こうではああいいの、こっちではこういいのみたいなのがあったんで、こいつなんやとは思ってたんですよ。で、そこで、そういう嘘とかもめくれていって、まあ僕、パイセンにどうするんやってたら、いやもうあんな警察連れて行くよって言って、うん、言ってたんで、その通りに、家まで行ってピンポンをして、ちょっと出てこいで話をさせろと。で、話をして、で、全部事実を本人に認めさせたところ、警察にはもともとバレてなかった。で、最初も警察に行った時も嘘つかれてたんですよね。うん、嘘つかれてた。警察にはバレてて、携帯も削除したけど、うん、Google のストレージに保存してあったから、クラウドに保存してたから、そこから復帰したとか言ってましたけど、結局まず警察にバレてなかった。そう、結局バレてないから安心したっていう、だからもう言ってたらしいわ。はぁ。そう。はぁ、結局、バレてない。から安心してたと。そう。うん、まあまあまあ、なんかその、まあまあ、わからんくもないですけどね、その人の人間のさらとしては。ただ良くないですよね。うん。そのバレんかったらいいっていうのは。結局、この揉め事の原因作ったの誰やと、ワタキンやと思うし、俺。そうっすね。うん。だからかな。だってバラエティチャンネルの、その、うん、だってダッスとかが、ダッスじゃない、ダイスが配信で、もともとポリンキームービー、ギャラがどうこう言ってたっていうのを密告してきたのがワタキンとかですね。そう。だからワタキンはバラエティチャンネルと仲良くしつつ、こっちにもなんかそういう、映画をしつつ、で、向こうにもなんかちょっとそういう、パイセンとかがなんとかかんとかっていう情報をバラ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 、ペラ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 と喋っとって。まあ、僕らからしたら、ちょっと、うっとうしいなと。うん、何や、敵か味方かよう分からんやつやなと。うん、まあ、ちょっと、邪魔やなと思ってたところ、そういう真実が出てきたから。はい、もう、さらっと言っちゃいました。はい、ということで、まあ、非常にね、ここ数日は、こういう陰鬱なね。うん、まあ、それやってるのが、ええって、お喧嘩とか好きちゃうって。なるべく出さんようにはしたいけど、その出さなあかん事実っていうのがあるじゃないですか。うん、これは知っとった方がいいよ、みんな。だこういうことは良くないよって。で、こういうことをすると、実際に、やったことは返ってくるっていうのを、とにかく、僕はポリンキームービーとかパイセンチャンネルを通じて、うん、視聴者とか、特に若い子とかに、通じてほしいですね。通じてほしい。今の時代バレんかったらいいっていうのが、どんどん先行してると思うんですよ。うん、でもこれから貧困層の差が激しくなっていくと思うんで、うん、その中で犯罪とかも増えていく中、できる限り、素直な心をみんなに持っててほしいですよね。いや、ほんまに。悪いことしたらごめんなさい。うん、ごめんなさいって言われたらいいよ。うん、謝る心と許す心っていうのを大事にしてほしいから、やっぱりこういう大人を放置しとったらあかんと。いうふうに思うわけです。人として間違ったことしてなかったら、法律云々は僕ら庶民にどうでもいいと思ってます。
ですよね。うん。そう。でもだから、その盗撮したことに対しても、じゃあ、ワタキンが逆に盗撮した被害者全員把握しとって、一人一人謝るって言ってたら、警察行けとは言ってないですよね。言ってない。ね。うん。だから、その、うん、警察っていうのは、その最終手段だけであって、他にもいろいろ手段がありましたけど、その人には合わないと。ワタキンはもともと嘘ばっかりやから、うん、手段も合わへんし。だからまあ、やむを得ずっていう感じですね。そう。まあ、ということで、そのワタキンの盗撮に関しては、2日前、に出頭、パイセンとカメラマンさんで刺して、刺したんですけど、それがどういうふうに進展するかわからないです。もし48時間後だったら、もう今頃出てきてますね。もう今頃出てきてます。この動画がアップされてる頃にも出てきてます。バラエティチャンネルと電話したのが3日前。そうですね。それも次の日に俺は滝の家行ってる。早っ、うん、やっぱり行動は早めに、こういうやつはな。ね。うん、まあ、もう、早めに早めにと。うん。うん、なんか、小賢しいことされる前にね。そう。他の女の子が盗撮される前に、うん、もう勢いでと。そうですね、うん。うん。やったことは。僕に関しても、結局、レイプマンの女の子を、レイプマンの女の子じゃん。レイプされた女の子を、レイプマンからね、自称ヤクザのレイプマンから救ったけど、うん、それ殴ったことに対しては罪償ってきたからね。相手が絶対に道徳的に悪いけど、殴ったの事実は僕が悪いから、怪我させたっていう事実に対しては、ちゃんと刑務所行って罪を償ってきた。だからといって許されるってわけじゃないですよ。だからといって許されるわけじゃないけど、そういうことに対して、しっかりやったことに対して考える時間というのが必要、うん。それは、何回も同じことを繰り返してしまうので、ね、私に関しては前回もあったから2回目っていうことは、もう一回ちょっと、まかへんよと。ちょっと長い時間反省せんかったら、うん、長い時間自分と向き合って自分の人生どうあるべきかって、盗撮なんかしてる場合なんかっていうことについて、私にはできれば、ちゃんとしたところで時間だけで考えてほしいなっていうふうには思いますね、うん。ちょっとメンタルを強化してきなさいと。そうですね。うん、ちょっと精神が弱すぎるなと思いましたね。うんそんな感じです。そんな感じです。なので、皆さんちょっと数日間気分悪くさせてしまったかもしれないですけど、これをご覧のパイセンチャンネルの皆さんも、僕のチャンネルをご覧の皆さんもそうなんですけど、またこれから、パイセンと、麦ちゃんで面白いことやっていきましょう。いや、ほんまに。8人で行きましょうか。ほんま、8人で行きましょうか。8人で行きましょうか。軽くいらんねん、俺。いや、ね、だって、風呂入ってきたでしょ。風呂入ってきた。もう一回銭湯行きますか。もう一回リラックスしましょう。よっしゃ。ってことで銭湯行ってきまーす。すいません。明日から楽しい動画出します。おはよう。